こんにちは、この花の寒月です。今日は今からの季節に軽く着れるシジラ織を着ていきたいと思います。はい、それでは早速着ていきます。今日着ます着物は夏向きの木綿の着物、シジラ織の着物を着ていきます。はい、いつものように肩にかけて腕を通します。襟を合わせていきますね。はい、襟先を合わせましたら腰につけて一度託し上げますね。おはしょりになるところで一度出します。はい、襟先を持って前を決めて下前持ってきますね。脇に挟むようなイメージで、はい、もう一度余った部分を託し上げます。はい、腰ひもです。はい、背中で交差したら前で結びますね。はい、おはしょりを整えます。襟を合わせますね。はい、下のおはしょりが斜めになるように内側で折り返します。はい、おはしょりができましたら胸ひもですね。背中で交差したら一度グッと締めて、はい、これも前で結んで紐に絡げますね。はい、背中のシワを伸ばします。全部持ってきますね。紐で押さえていきますね。前で結んだら広い面の中に紐を入れてしまいます。着物はこちらで完成です。はい、帯を結んでいきます。今日は博多織の帯を結んでいきますね。簡単に、結べる桃結びを今日はしたいと思います。はい、真ん中を折っていただいて、少しそうですね、30センチぐらいずらしたところを折っていただいて、はい、2周巻きます。はい、帯を巻きましたら下に落としていたのをくぐらせますね。はい、下がっている帯をくぐらせますね。かぶせていきます。はい、残った垂れ先を緩く巻いてくださいね。ふっくらと形を作っていきます。
形になるように丸く作ってください。はい、帯の形はこちらで完成です。はい、そうしましたら垂れ先を繰り返してピンチで留めます。帯の脇ですね、しっかり持っていただいて回します。忘れないうちにピンチを外します。帯板を入れますね。はい、帯板を入れたらこちらで完成です。これからの季節に涼しく着れるシジラ織を着てみました。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。